アスカナズ・アルテミエビチ・ムラブヤンは、アルメニア人のボリシェビキ。1886年1月2日、ロシア帝国、エリザベトポリ県エリザベトポリの中3階級に生まれた。1905年から、ロシア社会民主労働党の党員となり、1915年に、ペトログラード精神神経学院教育学部を卒業し、ドーチア・チフリス、エリバニ、 ク雨の党組織で活動。1915年から1917年にかけては、チフリスでボリシェビキ系のアルメニア語新聞、パイカルやバンボリクリブの編集者を務めた。1917年には、ボリシェビキのチフリス及びカフカース地方委員会委員となり、翌1918年にはカフカース地方遺書記とカフカースカヤプラウダ紙編集者も務めた。 1919年9月、アルメニア第一共和国統治下のエレバンで、サルキス・カシアンラと共に、ボリシェビキ・アルメニア委員会を秘密裏に結成。それが弾圧された後も、翌1920年11月に、バクルでカシアンラと共に、アルメニア軍自革命員を結成し、同月29日から翌1921年3月24日まで、その副議長に就いた。 1920年12月にアルメニア第一共和国がボリシェビッキに権力を移譲した際にはエレバンでアルメニア社会主義ソビエト共和国最初の暫定政権メンバーとなった。1921年5月21日から翌1922年までは同国外務人民委員を務め、1921年3月にはボゴスマキンツィアンと共にアルメニア共和国代表として トルコとの間に結ばれたカルス条約に署名している。1921年2月から1922年1月26日までは、アルメニア共産党中央委局員でもあった。1921年から、ソベタカン・ハヤスタン・紙編集者、同年6月12日から、アルメニア共和国人民委員会議、ナゴルノカラバフ非常全権を務め、 1922年4月29日から、翌1923年までは、アルメニア共産党中央委書記長も務めた。ソビエト連邦中央執行委員にもなり、1923年1月23日からは、アルメニア共和国人民委員会議副議長及び、教育人民委員を務めていたが、在職中の1929年10月23日に、 エレバンで当局により殺害された。ムラブヤンはエレバン中央墓地に葬られ、その名はギュムリの国立ドラマ劇場やフラズランの小学校につけられた。ありがとうございます。